と誰かいらっしゃるぞ。あ、こんにちは。絵の依頼をさせていただきたくて、今メモ帳をやろうと思ったんですけど、ふぶちゃんの声が聞こえて、とっさに隠れてしまいました。何もやろうとしないです。本当なんです、これは。じゃあ、直接依頼してもいいペコですか？直接、センスクラップまでで、看板にちょっとイラストを描いていただけないかなっていう絵の依頼なんですけども。あ、なるほど、いいですよ、いいですよ。え、いいペコ、どの大きさですかね。一番大きい看板だと嬉しいペコなんですけども、どうでしょうか、センスクラップで予算。いいですよ、いいですよ。あ、じゃあ、依頼内容とかもメモで後で入れさせていただきたいなと思うので、わかります。じゃあ、ここに入れといてください。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあ、ちょっとここに今書いときますね。はーい。絵の依頼内容、8月21日まで。これにするかん。じゃあ、ふぶちゃん、よろしくお願いします。絵の医療、ヘコラの家ってわかるようなイラストが欲しい。8月21日前。受け取りはふぶちゃん家の前のボックスで。あー、了解です。なんか書くか。でっかいのに、じゃあペコちゃんの家でわかるような感じか。よし、あ、てか、馬そのままにしてきちゃった。ペコハウスで行くか。いいよ。ねえ、こっちにペコちゃんか。ねえ、ゆこちゃん、ペコちゃん、どのペコちゃんにしよっかな。まあ、顔アップで行くんですけども、こっち開けのペコちゃん結構好きなんだよにゃ。よいしょ。これでいいかな。で、要所要所だけちょっと塗ってこうかなと。なんか白が多すぎるかな。ちょっとね、ペコちゃん全部髪の毛水色にしたかったんですけども、ペコちゃんの色がないっすよね。あ、でもこれかな。これで、いやー、どうすっかな。塗る髪の毛。でもペコちゃんの色じゃないんだよな、この水色。ちょっと解釈不一致。ペコちゃんの色はもうちょっとね、薄い水色なんだよ。この色じゃないんだよ、ペコちゃんの髪の色は。許せねえ。グラデーションはなかなか合わない。待って、取れない。待って、どうやって取るんだこれ。待って、取れない。ちょっと取れない。あれ、取れなくない。あれ、取れなくない。あれ、もしかして取れない。だって一番大きいやつで書いて。になっちゃった。ペコちゃん。あ、まさか取れない。あ、せっかく書いたのにさ。じゃあつまりこれじゃないとダメってこと。ラージじゃないとダメってこと。これだと取り外しは、え、待って、取り外しできないか。あれ？あれ？看板って取り外し、あれ？看板って取り外しができない。え、だってこれって取り外しできないっけ。あ、そもそも看板って取り外しができないんだ。そもそも。あ、額縁は取ることができる。まあ。
また書き直しましょう。また書き直しましょう。またこれをじゃあ書くということで、はい。またじゃあこれを書くということで、はい。